こんにちは、SJ です。さあ、今回のトピックですけれども、意外とスマートウォッチの意識調査から見える逆算とタイトル付けしました。スマートウォッチの利用率は約 19%。で、今後ぜひ利用してみたいは 21% という結果になったと。これはですね、LINE リサーチ、今と近未来の流行予想調査というもので、リサーチではみんなが使っているという空気感を頼りに、今と近未来の流行を予想するものだそうです。で、調査についてですね、まずは LINE ユーザーを対象にスマホで調査。対象は日本全国の18歳から59歳の男女。実施時期は2023年11月、有効数が2108サンプルとなっています。そしてこちらがその調査結果なんですね。現状と認知度と。で、このグラフ、緑の部分だけを見ていただければと。全体ですね、これまず。全体しかいきません。はい。緑、濃い緑が知っているし利用している。これが 19%。知っているし利用していたが、今は利用していない 8%。まあ、これ合計すると 27% になるんですね。その後のブルーはもう使ったことがないということですね。スマートウォッチを利用しているは全体の 19%、 今は利用していない、この経験率が 27% ですから、この 27% に私も入るわけですね。こちらにアップルウォッチさんいますね。そして男性の経験率が高く、最も高いのは30から50代の男性で3割超と。次にスマートウォッチを利用している人が身の回りにどれくらいいると思うかを想像して答えてもらいましたと。流行体感というものだそうです。想像するわけですね、身の回りにどのくらいと。その流行体感のグラフがこちらになりますね。全体だけ見てくださいね、ここの一番上。そしてこの右側、流行体感スコアというのがあるじゃないですか。これが 25.0 と、つまりまあ4人に1人ぐらいが利用しているのではないかと皆さん予想されているわけですね。で、その結果、25.0 でおよそ4人に1人が利用しているイメージを持たれていることが分かりますと。そして次に、1年後自分の周りでどのくらいの人が利用していると思うか想像して想像ですからね、はい、予想スコアは全体で 38.6% で、およそ 2,3 人に1人が1年後に利用していそうというイメージ。現在の流行体感から比較すると今の 1.5 倍浸透しているという結果にということなんですが、これがその 38.6% の流行予感スコアですかね、予想スコア。髪が悪いな。いや、そこでですね、私はいや、どうでしょうと、まあ、1年で 25% から 37% に増えるかなと思ったんですね。で、それぞれのご意見紹介しますね。予想として半数くらいの人が利用していそうの意見ですよ。1番、腕時計がで検索や連絡などいろいろできて便利、18歳男性。そうですね、どんどん新しい機能が追加されていてスマートウォッチにできることが多くなっている、26歳女性。運動以外に日常生活も健康状態を測ってくれるなら使う人が増えると思う、30歳男性。携帯が手元になくても着信や通話ができる、 LINE などが確認できるから、38歳女性ということですね。それから周りでつけている人が増えてきたから45歳男性。まあ、これちょっと日本人っぽいですね。周りがやっているからと。はい。そして予想としてほぼ誰も利用しないであろうと思う人の意見ですね。どんなことを考えてらっしゃるのか。はい。スマートウォッチでできることが増えないと現在との普及率は変わらないと思う、19歳女性ですね。そして次に周りでは誰も利用していないし、話題にもなっていないから、24歳女性。画面が小さく、スマホの方が何かと使いやすい、32歳男性。時計として電池が持たない、ファッション性に欠けるから、時間を確認するならスマホで足りると、43歳男性ということですね。そしてスマホを持ち歩くので、決済に困らない、わざわざ買わない、51歳女性ということですね。そう、今これ、まあ見えていますよね。これ何をしているかというと、充電してるんですね。まあ、まあ大体ご存知かと思うんですけれども、このように、毎日毎日充電をするんですね。ここ裏にマグネットになってまして、これ今充電中なんですよ。7年ぶりぐらいに。で、これ外すと、このような感じで、このマグネットタイプの、今でマグセーフ方式みたいな感じで、その走りですかね。こんな感じで。これを、まあ毎日充電。まあほぼ1日ぐらいで切れてしまいますので、これを繰り返さなければならない。ということなんですね。次に、自分は利用してみたいか、今後の利用意向ですね、を聞いてみたところ、まあ、グリーンなところですね、全体、ここだけ見てください。利用意向、濃いグリーンは、ぜひ利用してみたいと思う、21% なんですね。そして、まあ、機会があればと、
いうことで、消極的な、まあ、プラスですよね。が 33%。まあ、全体では 54% なんですけれども、まあ、ぜひ利用してみたいという人の他は、そんなに積極的ではなさそうと。で、右の半分はもう、いやー、まあ、特に興味ないなという感じなんですね。で、ぜひ利用してみたいと思うは、まあ、そうですね。全体で 21% とどまっていますよね。私から見るととどまっているように見える。そして、してみたい人、したくない人、それぞれのご意見をご紹介しますね。利用してみたい人、電車など腕時計で改札を通れると便利、18歳女性。いやー、そうですね。心拍数などを計測してくれてワークアウトに役立つ、26歳男性。もっとも、スマホをポケットから出さなくて良い点がとても良いと。通知やちょっとしたことであればスマートウォッチで確認や対応ができるから、28歳男性。いや、本当にそうなんですね、これ。まあ、通話もできるし、そうですね、本当にピコーンとメッセージも来るわけですね。そして、携帯の通知に気づかないことが多いので、と。37歳女性。これ、バッグに入れたりするっていうことですかね。しかも、まあ、マナーモードにしていたり、ということなんでしょうかね。はい。やっぱこのあたりが多いですよね。運動しているからと。その運動管理に使いたい。48歳男性。で、次。利用したくない人の意見。今持っているアナログウォッチとスマートフォンで十分。19歳男性ですね。普通の時計の方がデザインが可愛いから、23歳女性。次、腕時計やアクセサリーなどを身につけるのが苦手だからと、35歳女性。という方もいらっしゃるんですね。そして、時計は時間さえ分かればそれで良い。47歳男性。いかにもまあ沼っぽい方ですね。はい。そして、時計をつける習慣がないと。そもそも腕時計しませんよ、57歳女性と。ここまでですね、主な数値をまとめてみました。23年11月下旬時点でのスマートウォッチの認知率は 94%、 そして現在利用率、利用している人 19% ですね。5人に1人ぐらいで、今から1年後ですよ、現在の 1.5 倍にあたるおよそ 2,3 人に1人くらいが利用してそうと、していそうですね、というイメージを持たれていると。そして、この注目は、ぜひ利用してみたいがわずか 21% なところです。意外と少ないですよね。まあ、ここに腕時計の特殊なメンタリティがあるのかなと感じますね。いかがだったでしょうか。まあ、便利な機能、特に健康周りに強いスマートウォッチですよね。一方で、時刻を確認するというシンプルな腕時計ですよ、このあたり。で、当初、まあ7年前ぐらいですかね、8年ぐらい前、Apple Watch が登場した頃よりも、役割が明確に分かれてきている印象が強いです。それぞれの目的がまるで違いますね。今は、どちらかというと、スポーツ系だったりとか、まあタッチ決済とか、まあそういうことの方が意味合いが強くなってしまって、まあいろいろアプリの追加とかもあるでしょう。それで、ハイテクにですね、こう依存しつつも、しかしそれだけでは何か物足りない、温かみの部分を持ち合わせている、いると、私たちですね、という印象があります。で、例えれば、腕時計というのは、まあ、土や森であり、沼であると。まあこんな持ってる段階でもう沼ですよね。これもごく一部なんですけれど、そして多くの便利機能を持つスマートウォッチ、しかしそれが必ずしも好まれるとは限らないということを図らずも証明した結果となりました。もちろんスマートウォッチを否定するモードではなく、むしろ使い方に応じていろんな選択肢がある方が良いと感じていますね、私は。まあ例えばですが、確かにまあ健康面には気を使いたいというところですので、左手に腕時計と、右手にかさばらない軽めのスマートウォッチ、これ縦径42ミリですね。だから結構大きいです。なので選択肢もありそうですよね。このリサーチ結果、腕時計がどのように進化していくのかという面で示す指標として、まあ私はとても興味深いですね。一つの参考視点としてお役に立てましたら幸いです。それでは今回はこの辺で、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。